おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの岡村です。自然のあゆみです。カモンのひろです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、もうね、この番組は実はコロナで始まったんですね、コロナでお店が開けない、お客さん来れない、じゃあどうするって言って、この場所歩くこともっと知ってほしいよねって言って始めたんで、ずっと初回からマスクだったんですね。そうです。一回も外してないんですよ、一応。はい。それがなんとですね、まあ3月13日からね、はい、まあまあ解禁ではないんだけども、まあ、各自の判断でということになりましたので、今日から番組の方でも外させていただくことになりました。顔出す。あのね、さっきからね、なんかね、恥ずかしいって言ってんのよ。そわそわする、なんか。お前女優やろ。顔売らんか、顔を。はい。という会話を先までしてました。はい、はいはい、ということでですね、今日は3月の18日でございます。はい、では、3月18日はどんな日なんでしょうか。今日はお彼岸です。彼岸の日ですね。はいはい、春の彼岸です。はい、でその中で、少涼の日って呼ばれてまして、精霊と書いて少涼と読みます。はい、万葉集に代表する歌人、柿の本の人丸、女流歌人の、泉式部と小野の小町、この3人の命日が、この日ですね、3月18日であることから、少涼の日とされております。まあ、すごいよね、同じ日なんよね、3人ね、亡くなった日が同じ日ということで、で、まあ、お盆の期間にですね、個人の、魂がね、あの世とこの世を行き来するために乗り物として少涼馬、あのナスビとかキュウリに乗り物みたいね、して、作る馬や牛のことを用意する風習があるという日とされております。ね、もう食べ物でね、あのおもちゃにしちゃいけませんって言って怒られてたんですけど、この日だけは OK っていうね。違うやろって。意味が違うやろ。意味が違う。まあ僕はあの、ね、キュウリが嫌いだったんで、あの本当にあのナスビしか触りませんけど。触るのも嫌ですか。まあ別に触るぐらいはできるけど。いやでもキュウリってな、あの青臭い匂いがすごいするの。だから穴開けたりとかしたらやっぱそれに寄ってくるからねって、まあそんな話どうでもいいんですけど、はいはい。で、まあ、このね、少涼っていうのは7月15日から、または8月15日のお盆の日に行うものとして、まあ、少涼馬というのを作る、今の春の時はね、作らなかったりはするんですけど、まあ、地方に、地域によっていろいろね、ありますね。そして次、はい、点字ブロックの日です。はい、岡山県にある、自立、その、もう、聴覚障害協会というのが、ね、制定しております。視覚障害者の安全な歩行を助ける点字ブロック、この点字ブロックが世界で初めて岡山県中区の岡山県立岡山盲目学校の近くの原尾島交差点に、作られました。1967年3月18日に、作られております。結構古いよね。そうなんですよね。でね、あのこれ実はですね、この点字ブロックなんですけど、あの私 の, あの生まれ故郷というかですね、生まれ育った、八尾市で、金城ゴムという会社が歩道くんというのを作ってました。歩道くん、はい、太田社長、太田社長紹介してるよ。点字ブロックの日ということで、はい、そうなんですよ。でもう一つ面白いのが、この金城ゴムさんって会社は、あのね、どう見てもグラスなんですよ。ですごいこう精巧な、あの細工のされてるグラスにしか見えないんだけど、それがなんとあのシリコンで作られてる。透明なんですか。透明なシリコン。すごいな、透明な。だからライト当てて置いてたら、グラスにしか見えない、キラキラして、グラスにしか見えない。でこうパンってこう倒したりとか落としたりとかしたらとか思うやんか、ゴムやから全然大丈夫。大丈夫よみたいな。そうそう。でこう、そう。へえ。面白い。めっちゃ面白いですよ。まあ、それなりのお値段はするんですけども、はい、すごくあの面白い。あれはね、でもね、やっぱね、あれだけ純度というか、その透明度の高いシリコンを、そのしかもね、あれだけかっちりした形に成形するっていうのはなかなか難しい技術なんですけど、金型とかいろんな技術が多分あるはずなんですけど、
まあ、それはだからやっぱり金城ゴムさんならではの技術ということで、うん、素晴らしい技術ですね、はい、八尾にはそういうね、はい、技術力の高い、会社がですね、もう東大阪に負けずたくさんありますんで、うん、はい、またよかったらその金城ゴムさん調べてみてください。はい、はいはい、以上です。はい、はいはい、ということでですね、今日はですね、このプレゼンありかなしかなんですけれども、今日は、君に幸あれよという、はい、君に幸あれよが最後につくんですけど、はい、という映画ですね、はい、の主演を務められました、小橋川達郎さんにインタビューを、させていただきました、はい、まあ、今32歳かな、うん、はい、ね、全然ね、あの役柄と全然真逆の人なんですよ、あの、ね、役柄はあの正直言ってあの なんですかね、あの債権回収業っていうか、うん、あの借金してるやつからお金を、うん、あの巻き上げるんじゃなくてあの取り返していくっていう、うん、そういう、仕事を毎日したはって、すっごいなんかあのぶっきらぼうで、うん、目つき悪くてみたいな、なんかそういう役柄なんですけど、めちゃめちゃ爽やかな好青年でした、もうそういうのいいですね、なんか ね、うん、ものすごいあの喋りながらすごい盛り上がりました、はい、まあまあ、あのもうとりあえずまずは見ていただきたいと思いますので、はい、こちらの、ビデオをご覧になっていただきたいと思います。それでは、このプレゼンありかなしかスタート。これ終わってんすよ。俺はもう誰にも興味もしたくねえんだよ。お前こいつの面倒見てやれ。おい、聞いてんのかよ。てめえちゃんと見合った気すっと。その頭なんだ。薬と暴力は嫌い。俺行きたいとこある。行こう。大切にしてやんな。まるで双子だな。あの子の生まれた言葉で変わったんじゃなかったの？今日はですね、映画君に幸あれよの、主演を務められました、小橋川達郎さん、にインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずはこれどんな作品かですね、簡単にご説明いただいてよろしいでしょうか。お願いします。はい、僕が演じるシンジっていう役、あの人間がいるんですけども、そいつが過去に、まあ、トラウマのようなことがあってて、それを引きずってて誰にも興味持ちたくないっていう人間青年がいるんですけど、そういうシンジのところにですね、ひょんなことからリフトというここにいる人間なんですけど、不思議な青年が部下というか舎弟みたいな感じで入ってくるので、そのリフトに翻弄されながら人生を立て直していくというか、ちょっと影響を受けて、その中で事件が重なって、せっかく幸せをつかもうとしたところでっていう、そこで繰り返しいろいろあっていくっていうようなあらすじになってます。これがですね、はい、監督の桜井さんが、まあ、今回初監督で、で、脚本も書いてらっしゃるっていう感じなんですけども、はい、これそもそもこの作品を作るっていうきっかけになったのはどういうところになるんですか？ですね、僕がその時2年前なんですけど、30になる年で、売れてない俳優であんまり映画とかも出たことなかったので、ちょっと桜井に下北沢で会った時に、もう一生に一度のもう最初で最後の勝負をしたいと、30にもなるし、あの舞台挨拶もしてみたいと、それで主演映画を撮りたいって話をしたんです。そしたら桜井が、そいつ俳優と写真家ではあるんですけど、監督とか一切やったことないんですけど、はい、分かりました達郎さん、俺にやらせてくださいって言って、ほぼ監督も脚本も監督も自分がやります、って言って、2日で脚本書いたんですよ。すごいな。
すごいんですよ。でその時に、はい、高橋祐介のリフト役の人間が、はい、あの監督もやってるんで、はい、ちょっと相談しようって言って2人で家行って、はいはいはい、でから高橋祐介もいややりましょうっつってみこし担ぎますよ、うん、さんっていう形で、うん、それから3人で始まった映画ですね。なるほど。ほう、はい、その2日で書いて、はい、スタッフとかも誰もいなかったんで3人から本当に始まって。そうですよね、はい、はい、でそれでそこでもまた下北で、はい、僕が合流する前に高橋祐介と桜井が、うん、下北行ってたらその時殺官の寺本慎太郎っていう人間が来て、はい、たまたま会って、はい、で、くどいって、はい、映画やるから力貸してくれんかっていう、うん、そっから広がって、スタッフ集めてキャスト集めて2週間後にクランクインしました。いや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 2週間で。そうなんですよ。もうゼロから だってこうね、あの中島さんとかその須藤さんとかすごいいろんな人出てるじゃないですか、はい、いろんな縁で、はい、お願いしたらやろうって言ってくれて先輩たちが本当に優しいんですけど。いや だってどう考えてもね、皆さんほらあのそれぞれがあのすでにいろんな仕事を抱えてらっしゃったりとかじゃないですか。いやもう本当にもう1日だけ、2人とも1日だけですかね撮影の。あそっか、そうですよね。あのラーメン屋さんのシーンとかもね、あの、はい、全部固めて同じ場所で固めて同じ時間に撮ってますよね、あれね。確かにね。撮れてますね。そうです、もう全部。なるほどね。さすがだけスケジュールお願いしますっていうことで。いやでもすごいな、そうやって考えたらその順取りなんか絶対できないから。できないですね。で何日間で撮ったんですか。で2週間で撮りましたね。え、2週間で準備して、はいはい、2週間で撮った。そうなんです。それもコロナ禍だったんで僕らはめちゃくちゃスケジュールも暇だったんで空いてるんですけど、はい、やっぱスタッフとかもあの大戦でやってるような、はい、みんな20代だったんですけど、はい、コロナで撮影止まったり中止になったり延期になったりとかいろいろあってその時しか空いてなかったんです。その隙間で撮った。そういうことです。本当はもっと準備しなきゃいけないかもしれないんですけどあの時しか僕らにはなかったんで、はい、やるって決めて1ヶ月後にはもう撮り終わってるっていう。すごいな。ありえない奇跡の連続というかいろんな出会いがあってなんで本当にパズルとピースはもうハマったって感じですね。いけるみたいな。いや僕だからあの見てて本当にすごい感心したのはまずね画角がすごくビチって決まっててこれ撮るぞっていう撮り方で撮ってる絵ばっかりなんですよ。あの、うん、変な話あの例えばねあの浜に行ってバイク止めて、はい、で海見るじゃないですか、はい、はい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 、あそこのバイクの奥1 あのバランスなんですよね。はい、もうめちゃくちゃテイク重ねましたあそこ。やっぱりそうでしょ。絶対せやと思った。ではあそこは何回も行きました。10回以上行きましたね。10回以上行ってんの。もう戻って運転して戻る、うん、ここみたいな感じで。あですよね。だからねあのちょうどええとこで止めなあかんからね。そうなんですよ、うん、そうなんです。そう目印分かってんが暗いから目印ってなかなかね大変そうね。そうです。そうです、うん、本当。なるほどな。ってことは結構あそこ時間かかってんだ。あっちは多分時間かかってますね。なるほどな。まあそれとまああのこれまあ見てもちろんあのこれ、はい、今見てらっしゃる方はまだ映画見てない方ばっかりなんであれなんですけどその浜辺から見た海の波がねうわーってくるシーンとかもあるんですけど、はい、これもね照明なんて無理なんであの広い浜辺、はい綺麗に波に照明当てるほどの照明は相当でかいサーチライトみたいなやつになるから本当に相当色上げましたね。ねえそうでしょ。それでめちゃめちゃ色上げて調子上げないとあれは映んないからもう普通やったらあれ多分ねちゃうやり方にするんですけどあれはでも勢いであの場のあの絵を使いたかってんなってもうほんまに思いましたしね。うん、真っ暗でもいいっていう、あ意味があるシーンっていうので、うん、監督と撮影のこってんだけど、いや、はい、いや
や絶対そうやろうなと思って、そこはそういうふうに見てたんですけどね。2日で書き上げた脚本にたった2週間でスタッフと準備を進めて本当にね、で2週間で取り上げるっていう、まあある意味離れ技に近いと思うんですけど、無理だろみたいな感じだったんですけど、もう熱量だけでいやいやもう今しかね俺らはっていう感じでした、ね、すごいあれだったんですけど、はい、でしかも、そのスタッフっていうのが基本的にはほぼ20代、はい、てかもう全員20代でしたね、その若いスタッフで、はい、勢いで本当に取り上げたっていう作品で、しんどかったと思うんですけどみんな楽しそうでしたね。あーそっか、めちゃめちゃ楽しかったです。やっぱ現場が一番楽しいですね。あーまあまあ それはそうですよね、まあ、その後からいろんなものが襲ってくるので、そうなんですよ、めちゃめちゃ襲われましたでも編集は1年ぐらいかかってるんで、はい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 、なるほどなるほど、やっぱいくら1ヶ月で撮ってもやっぱそこは編集では何回も何回も、あの編集も監督したことなかったんですけど、はい、それからあらへんというかつなげていく勉強でやってったんで、はいはい、そろそろお時間になってきましたので最後にですね、小橋川さんから見てらっしゃる方にメッセージを一言お願いします。はい、皆さん君に幸あれを、改めまして新次役の小橋川です。これからあの大阪の方でも上映していくと思うんですけども、コロナ禍で僕らあのこういうしんどい時に撮った作品ではあるんですけど、苦しい時って一番自分がしんどいんで周り見れなくなっちゃうかもしれないんですけど、本当に意外に周りに助けてくれる人は、手を差し伸べてくれる人はたくさんいると思うので、そういった意味でも君に幸あれよっていうタイトルをつけさせてもらったので、ぜひあの最後のエンドロール後も最後の最後までしっかり見ていただいて、そこに僕らのメッセージもしっかり添えて作品として出してるので見ていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ね、僕もねよくやるんですよ、あのエンドロール後にワンシーン入れるっていうのね。はあ、そうなんですか。 大好きなパターンなんですよ僕実は、はい、なので、皆さんぜひですねエンドロールで立って帰るとかではなくて、そうなんですよ、エンドロールの最後の最後で、まあちょっとねエンドロール中にちょっと声が聞こえてくるんで、はいはいはい、そうですね、だいぶ最後の方でね、うん、あれって必ずなるとは思うので、はい、まあ帰らないとは思いますけど、序盤で帰らないようにで気をつけてね、はい、最後の最後まで、ご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、ということで今日はですね君に幸あれよの主演を務められました小橋川鶴さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、あいや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 、まあ、予告で見てもね、小橋川さんがやってたあのシンジって役がものすごい目つき悪くて、うん、すごいなんか嫌な感じの喋り方するみたいな感じやねんけれども、はい、もう小橋川さんものすごい好青年でしょ。めちゃくちゃいい人一言発しただけでおーいい人って思った。超爽やかな好青年でしたね、うん、はい、本編とかね、はい、全然笑わないけど、ね、めっちゃ笑顔も素敵やし、ね、すごい、はい、そうなんですよ。この映画出る前まではどういう役者さんやってはったんですか。あのね、沖縄の方なんですよね、彼は、はいはい、で、あの沖縄のね、確かね、なんか、ヒーローものとかに出てはったりとかはしてはったみたいですけどね、映像の方だったんですね、はい、舞台、そうですね、そうですね、はい、だったと思います、はい、はい、いや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 、だからね、なかなかね、面白いなと思ったのが、とりあえず下北沢行ったらなんとかなんねんっていうね、このインタビューでものすごくよく分かったと思うんですけど、今度来週ね僕東京行きますから、下北沢行って、はい、なんか誰かと出会ってみようかなとちょっと思ってるんですけど、はい、まあそれとねあれなんですよ、ちょうどそうですね、今日が、大阪の、公開で、うん、でかつ舞台挨拶もね一応ある予定なので、はい、夢叶ってますね、はい、夢叶ってるんですよやりたいと言ってね、はい、やったやつなんで、はい、そして私ね来週行ってます。その、うん、来週ちょうどまだね東京でリバイバルみたいな形で、うん、東京ではもう一回映画館で上映始め、ま、やってるんですね、はい、やってるんですけどまたカムバックというか東京でももう一回やるっていう形になるそうなので、うん、なんとそれがですねあれですね、シアターバッカスで、うん、ある、うん、あちゃちゃごめん間違った間違った間違った違う違う違うねどこやったっけ下北沢やったっけどこやったっけK2 っていうシネマし、シネマ K2 やったのか、うん、K2 っていうところでやるみたいなんでそれ来てくださいって
うん、来たはるんやったら24回来てくださいみたいな、ちらっとこの、インタビューの時にも言われたんで、顔出せたら出したいなと思っているふうに思ってますけどね、はい、きっと下北沢で出会えると思いますんで、うん、小橋さん探してみたいなと思います。はい、ということなんですが、まあ一応ね、これね、はい、はい、丸バツということですんで、うん、丸バツやりたいと思います。はい、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 では、参ります。このプレゼンありかなしか判定。はい、まあまあだからなんていうんですかね、そのほらこう気持ちでを込めて作った作品っていうのね、もちろんその作品の内容にはいろんな意見もあるとは思うんですけど、そのバックボーンとか裏側聞いたらね、本当にあっという間にやるぞって決めたらぬわってやったっていう、なんか本当に若者の勢いみたいなのを感じる、で実際ね、絵もねすごい勢い感じる絵なんですよ、うん、はい、なので、まあ、そういう作品を、まあ、僕らもねやっぱ作っていってる人なので、やっぱり一緒に頑張っていきたいなと思うのでね、まあ、応援というか、もう一緒に頑張っていきたいという感じなので、ぜひまた皆さん、この作品見て応援してあげていただきたいなと思っております。はい、ということで今日は、はい、君に幸あれよの、小早川、小早川じゃない、小橋川達瑠さんのインタビューでした。ありがとうございました。はい、はい、では次、あゆみ。はい、ではお店の情報です。はい、今絶賛公開中の7です。はい、はい、上監督の7、はい、上演しております。昨日から始まって、はい、今日明日とありますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、試験ですね。試験だ、もう名産で試験です。はい、そしてですね、20日21日とね、2日間にわたって絆を持つ無限の一歩、はい、上映会があります。はい、こちらトークショーも込みでの、上映会となっております。はい、20日月曜日が19時30分、うん、21日の火曜日祝日ですね、はい、が10時からとなっておりますので、朝ですね、朝活しましょうということで、はい、朝もやっております。はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、そして22日です。吉尾と児童調査官、はい、こちら2本定期上映がございます。はい、吉尾楽しんでください。はい、はい、アクションムービーできるだけ僕は来たいなと思ってるんで、はい、はい、ぜひ会いに来ていただければね、生ヒーガー監督を見てください。生言うてもそんなに美味しくはないんですけど、はい、いろんな話はできると思いますよ。はい、はい、本当にね、お話聞くのもすごいいいので、はい、はい、来てください。はい、はい、そして23日は傘の下、神戸高弘監督の傘の下です。はい、ぜひぜひね、ヒューマンドラマをご覧いただきたいなと思っておりますので、ぜひぜひお越しください。こちら19時半からですね。はい、吉尾も19時半からです。はい、はい、はい、そして24日、25日、26日と音楽週間です。はい、はい、24日は前回、はい、前々回ですね。はい、はい、の方配信でありました、はい、ミヤシン、ミヤライブが、はい、はい、ありますので、ぜひお越しくださいませ。19時30分スタートとなっております。そして25日はラクザの音楽ライブとなっております。ラクザさんもね、この番組に出ていただいたりしておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん楽しんで。なんか本当この番組に出てくる音楽の人ってみんな、なんかフル早い。はい、はい、でも、はい、はい、個性的な人しかいないですね。はい、シスター K さんもね、はい、個性的で楽しい方ですし。ね、はい、手軽ちゃん店になったね、と、ね、もちゃんとかもね、はい、そうですし、楽しい人多いですね。ね、はい、はい、そして26日が6600V、下本隆監督作品のドキュメンタリー映画ですね。はい、6600V、こちら上映がございます。まあ、これがね、音楽とどうかっていうと、うん、まあ、この主人公というか、うん、メインでおったっていらっしゃるのが、まあ、山瀬さんというね、博多の、はい、博多のミュージシャンの、はい、そのドキュメンタリー。はい、そして27日はカバの日です。3月の第4週目のカバの日となっております。27日です。19時開始となっておりますので、ぜひぜひお時間間違えないように来てください。お待ちしております。はい、3月は以上ですね。はい、はい、はい、です。はい、それでは行きましょう。今日のグッチャー。こちら6600V と、はい、下本
田角丸と、先ほどね言ってもらった山部善次郎さん、山善さんの追った、はい、ドキュメンタリー映画となっております、はい、なんかねでもミュージシャンの方がミュージシャンを追っかけるドキュメンタリーってなんかすごいなと思って、ねえ、ねえ、面白いですよね、うん、ですよね、はい、まあ、あのミュージシャンが映画監督やってるっていうのも、まあ、面白いんですけど、ね、そうですね、まあ、でその上でよく要は自分もよく知っているその音楽の世界のお話をさらにドキュメンタリーとして追っかけてらっしゃるっていうところがまた面白いですよね、うんうん、九州博多を拠点とするミュージシャン、そして画家の山部善次郎、通称山善。1968年、14歳の彼を襲ったのはレコード盤から流れるロックンロールと高圧電線から流れる 6600V、失ったのは左目と鼻、得たものは音楽への揺るぎない情熱。これは伝説のロッカー、ミスターダイナマイト。そして 99% 不可能と言われた男の57歳から還暦への3年間を追ったドキュメンタリーロードムービー、絶望の先の希望を映画を目撃、映画は目撃する。かっこいい、はいはい、ねえ、はい、そうですね、14歳の時にね、うん、事故を起こして、登るからね、高圧電線に登っちゃったんですよね、うんうん、だってヘドしたら命を落としてた。なんか2種類あるみたいですね、うん、3万何千ボルトと6600ボルトらしくて、で触ったのが6600ボルトの方やったから、はい、助かった、良かったみたいですね、まあ、助かったというか、まあね、あれですけどね、命は落とさなかった、はい、3万何千ボルトもう一瞬で終わりですよね、いやすごいですね、熱ないですね、そこでもそこからね、そうです ね、 ね、どう捉えるかっていうところになるんだと思うんですけど、左目も失って、鼻も失って、うん、顔も多分ぐちゃぐちゃだったでしょうね、うんうん、けどほんまに 99% 不可能って言われてた、うん、それも歌にしてる山善さんもまたかっこいいんですよ、うんうんうん、でこの中のね、中でもたくさん歌ってるシーンもたくさんあって、ね、まあ、ロックンローラーだね、はいはい、やっぱりすごい音が激しい、うん、ロッカーロッカーですね、うん、その周りにも支えてるというか、周りにいる人たちの温かさもすごく伝わってくる、うん、本当にね、そのない、ちょっとドキュメンタリーやったその前まあ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 、うん、はい、はい、もう今67歳くらいかな、うん、1954年生まれ、まあ、57から60歳の時の、そうですね、3年間で還暦まで、ね、素敵です。3年間追い続けるってすごいですよ、うん、だからね、下野さんって結構そうなんですよ、だから、うん、この間のあのほら、この旅、はい、もう4年ぐらい、うん、まあ、というかその途中コロナに入っちゃったみたいな、うん、でいろいろあったんで、イタリアの旅やってみたいですけど、うん、はい、まあ、ドキュメンタリーってやっぱりそのたった1ヶ月追っかけただけではなんか見えてこないですよね、絶対ね、うん、だからある意味ね、ほら、何だっけ、例えば情熱大陸とかね、うん、これ今から俺情熱大陸作るの悪口言うねんけどあの情熱大陸って大体あの下手したら1週間とか2週間ぐらいしか追っかけないっていうね、まあ、あのすごいあの多忙な人を追っかけたりもする場合もあるから、うん、あのほんの短い間しか追っかけないとかっていうのはあるんだけど、うん、でもそれだけでなんか本質的なことを見抜いて描いていくって相当難しいと思ったね、うん、そうですね、だからどっちかっていうとあれはもう宣伝番組になっちゃうと思うんですけど、まあ、こっちはもう3年追っかけてますからね、うん、3年追っかけてるのを120分に、ほんまに美味しいとこだけはあって見れる、まあ、まあ、それで言うとあのもっとえげつないのが20年追っかけて6時間にまとめたっていう、みなまたマンダラとかもありますけどね原加藤監督の、はい、はい、偉いこと言うふうになりますけど、ね、3時間3時間の前後編、はい、そういうのもありますけどね、はい、はい、
まあでもそういうのから比べると、まああの2時間にきっちりまとめられてるっていうのは、まあ逆に言うと見やすいあの内容になってるそうかなって気もしますね。物語というか、ね、作り方も結構難しい。難しいです、難しいです。どういうところをこう見せるか。で、あの下堀さんね、やっぱり何がうまいってね、あの編集めちゃめちゃうまいんですよ。あのだからロードムービーって書いてるでしょ。ロードムービーってほんまはなんかどっかからどっかへ行くみたいな感じ。そうそうそう、目的地に向かってこう電車でバーッと動いていってみたいな話がロードムービーなんだけど、これ別にどっかからどっか行くわけじゃない、博多から東京行く話とかではないんですよ、なんだけどロードムービーになってるんですよ見ると分かるんだけどって話なんですよね、はい。まあ、それが新本日たとしてマジックと感じたんですよね。その下本寺マジックをですね、はい、体験しに、体感しにですね、マテリアルに来ていただきたいなと思いますね、はい、はい、3月5日日曜日の1回だけですね、はい、3月26日の、1日だけとなっております、はい、音楽週間の最後の日となっております、時間は10時、14時、18時の3回上映となっております。料金は1500円、ドリンク付きとなっております。はい、ぜひ、あ、ドリンク付きはないですね、1500円となっております。はい、ぜひぜひお越しください。行きたいんですけどね、俺その時東京におんの、うん、そうですね東京におんのよ、だから来られへんねんけど、なんなんですけど、はい、家で見ときます。はいはいはい、はい、ということで今日のグッドタイムでした。はい、ということでですね、はいはい、まあなんかこうやっぱりあるとないとではなんか違う、どう違うマスクだよね。あのマテリアル通信を外してるわ。あ、そうだよね、そうだよねこの番組だけなのよ基本的に。そうやね、そうやね。まあまあここだってずっと2人一緒に仕事してるから、そうそうそう、あのマスクあろうがなかろうがみたいな世界だけど、まあ俺がねおるからね、まあ出たり入ったりする人なんで、はい、ずっとつけてるとこうということでつけてましたけど、はい、やっとこの番組で外すことができましたんで、はい、これからは、いろんなことを晒しながらね、さらけ出してですね、番組をやっていきたいと思いますので、でちなみに今日はですね、はい、はい、これですよ、はい、カバティです。カバティでございますね。カバとマテリアルのコラボ T シャツ、はい、販売しております。はい、ここでしか販売してませんかね。ここでしか販売してません。はい、で、カバの上映時以外でも販売しておりますので、はい、ここで買ってください。はい。はい、なかなか可愛いね。めっちゃ可愛いんですよ。はい、オレンジ。はい。はい、ということで、カバーもね、はい、まだまだ、10月も、はい、10月もね、月2回、はい、第2、第4月ですね、はい、に上映しておりますので、はい、カバーもよろしくお願いいたします。ということですね。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。